ようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは和歌山県高野山清願寺住職高井智光さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。ぜひ高井さんにあのお大師様の、弘法大師空海の教えの大切なところとか、うん、まあそれを真言宗の教えというのか、はい、うん、伺ってみたいなと思うんですけど、一言でそう聞かれても難しいとは思うんですけど。まあね、でもよくそれは聞かれることですからね。うん。うん、まあ、今年はお大師様のご誕生1250年という節目の年で、まあ先日まで大きな法会がね、ずっと続きましたけども。特に、高野山という場所は、奥の院にお大師様がご入場なされているということで、奥の院は信仰の源泉と、まあ、金剛無事がそういうふうに、言うぐらいですから。今も、お大師様。修行されてるわけですもんね、うん。そうですね。まあ、ただ、もちろん、そのお大師様、こう、同行二人というね、お大師様、いわゆる大師信仰ですよね。うん。それは非常に大切なことなんですけども。ただ、私は、お大師様、にもちろん頼ってるわけなんですけども、もっとやっぱりその、お大師様だけじゃなくって、この真言宗のいわゆるその、お大師様の説いた教え、まさにこの真言密教ですけども、それをやはりもう少しこう、世間、いわゆる真言宗の信徒の皆さんにこう、説いくべきだなと思うんですよね。つまり、うん、スーパーマン、そう、空海様すごいじゃなくて、うん、まあ、それは当然。それもそうなんだけども。そうそうそう。うん、頼りすぎ。ああ、はいはい。じゃあ、一体、その、お大師様が、どんな教えを説かれて、うん、そう。それを私たちは今どんな風に活かせるのかっていう部分ですかね。そうですね。うん。まあ、ただ本当に、世間の皆様には、こう、やっぱりお大師様のご法号をね、南無大師遍照金剛とね、お唱えする。ということが本当にこうありがたいっていうことですけど。うん。でもお大師様がお説きになれたのはそれだけじゃない。まあもちろんお大師様自身が南無大師遍照金剛なんてお唱えされてませんから。そうですよね。そうですよ。そうでしょ。うん。だからまあやっぱりその、大師信仰っていうのは、まさにその弘法大師といういわゆる送りな四号ですよね。はい、大師号を弘法大師が、うん、1935年西暦で入場なされてるわけなんですけども、その後、86年後ぐらいに醍醐天皇からいただいたのが、弘法大師という大師号なんですよ、うん。それまでは何々大師っていうのは空海さんに対してなかったわけですから、はいはい、それをきっかけに、まさにお大師さんというのはスーパーマンになったんですよね。うん。うん。いろんな平家物語でね、説かれたりとか、いろんな文学でそのお大師様のそういう、異次元なことが説かれて、まさにその大師信仰というのがそれをきっかけに広がって、まあそれが今なおずっとこう続いているということなんですけどね。うん。じゃあその真言宗の教えて一体何よって言われた時なんですけどね。うん。じゃあ例えばその私がまあお話しするときに例える話で、まあ、例えば、いろんな日本には様々な宗派があって、
まあその名は体を表すというように、例えば、いわゆる臨済宗さんとか曹洞宗、いわゆる禅宗というのは、もちろんこの座禅を組むということが一つのまあ根本的な教えというか修行方法。まあもちろんね、さらに深いもちろん意味ありますけど、一言で言ったら、例えば浄土系の宗派っていうのは、阿弥陀仏のお題目を唱える南無阿弥陀仏と、そしてまあ、西方極楽浄土の阿弥陀様にこう、弥陀のこの誓願にね、救われるというようなことを言えたりとか、そういうことはある。じゃあ、真言宗は何かって言ったらまさにこの真実の言葉のね、宗派でありますから、じゃあ、一般の人にじゃあ、真言宗の教え何でしょうって言った時に、誰も答え出ないですよ。うん。南無大師円上金剛でしょうって、うん、言うんですけど、やっぱり、これはだから、一言で言うならば、やっぱりこう三密ですね。真言宗の教えというのは。三密。コロナの三密じゃない三密ですね。あ、はい。でも字は一緒。いや、字は一緒じゃないですね。字は密？小池百合子さんが言ったあの三密は、密集の密？はい。え、違う、あれは、ひらがなっていうか、漢字でしたっけ？そうだっけ？いや、やっぱり、首相官邸のホームページでも三つの密。密は密教の密ですよ。ああ、密教の密ですね。はいはいはい。はいはいはい。だから、最初、コロナで、こう、三密を避けましょうって言われた時に一番反応したのは、真言宗の坊さんたちですよね。はいはい。間違いなく。うん、そうですよね。いわゆる密集とかね、なんだっけ。うん、ありましたけども。はい。まあ、だから、真言宗、お大師様の説かれる、その三密というのは、この、手に印を結び、まあ、陰である。まあ、合掌とか、まあね、いわゆるこの手のこの、手というかこの体ですよね。うん、そして、口に真言を唱え。そして、まあ、心。真空意ですね。はい、はい。その真空意のこの三密っていう、三密行っていうのが、まあ、真言宗の、まあ、行法の基本的な、うん、ところでありますから。真空意。で、真密、空密、意密の三密。密、意密。まあ、体と口と、まあ、心というところですね。はい、まあ、その三密を、うん、まあ仏の我々のですから人間凡夫のいわゆるその体と口の心のいわゆるその動き作法ということは仏様と変わらないということで我々のその合掌というのが仏様のいわゆる合掌そのものだし、凡夫の我々のこの話す言葉というのは仏様の発する言葉と変わらないというところでそこがやっぱりこの真言宗の教えの根幹であると。うん。うん。まあそういうこと、まあ三密行ですね。まあ真言宗の教えの基本っていうのは思いますけど。まあそれを十分にこう解けてないっていうのはあると思うんですけどもね。はい。それはこう、お坊さんだけじゃなくてどんな人でも、実践できる。そうですね。基本的にはやはり、手に合掌して、まあ、在家の方が、信徒の方が、例えば難しいね、陰をね、結ぶことはできませんから、一番もう基本的なスタンダードな陰っていうのはもう胸の前で合掌するということですよね。はい、そしてま、口に、まあ、例えば、お大様のご方法でしたら、南無大師円上金剛であるとか、それはもう、いろんな、仏様のま、ご神言がありますよね。お地蔵さんだったら、御家かかび三万円、そわかとか。まあ、そういう難しい言葉じゃなくても、南無観自在菩薩であるとか、南無釈迦牟尼仏であるとか、そういったいわゆる仏様のいわゆる名号ですね、を唱えすると。そして、心にいわゆるその仏を思うと。そのいわゆる三密を一体させるということですよね。うん、だから、いくら手に綺麗な合掌して、口に南無観自在菩薩とお唱えしても、心の中で腹減ったなとか、
どっか行きたいなとか思ってたらダメなわけで、その三密がやはり、こう、綺麗なその三角のようにですね、バランスよく、統一 しなければいけないと。うん。うん。いうことですね。まあ、あとやっぱりその真言宗の教えっていうのは、まあ、いわゆる、なんていうんですか、凡情不二といってね、いわゆる凡っていうのは一般の人々、ね、情というのはまあ仏様ですから、人間と仏と言ったらいいんでしょうけども。凡人の凡と、まあ、聖なる聖聖聖聖聖聖。はい。まあ、だから人間と仏と言っていいんでしょうけども。まあ、それを凡情不二と言って、仏さんと我々は不二、つまり変わることないんだよと。はい、仏様が二つにあらず、二つにあらず、つまり一つやでということなんですけども。まあ、とりわけですから、もう、絶対的なところからこう救われるだけじゃなくて、自分自身も仏に変わりないんだ。うん。いうのが、まず、真言宗の、まあ、説くところですよね。ですから、まあ、即身成仏ってね、お大師様が言われましたけども、この身、このまま仏となると。まあ、死んで成仏するんじゃなくって、いわゆるこの、良心、またこの先祖からいただいた、この現世というか、この生きたこの体の時に、いわゆる仏様になるんだと。で、仏様の、いわゆるこのお仕事をすると。仏様の仕事っていうのはまさに慈悲のお仕事であるし、それがまあ、いわゆる三密行であると。うん。うん。っていうところがやはり、お大師様の説かれたところじゃないかと思いますけどもね。うん、非常に簡単に言うと、うん、死んで成仏じゃなくて、うん。そうですよね。そこが、浄土真宗だと、往生即成仏っていうことは言いますけど、即身成仏は言わないんで、まあ、つまり、まあ、往生も、それをどう語るかっていうのは、いろんな仕方がありますけど、でも多分一般的に、うん、まあ雑に言うと、亡くなったら、うん、そのまんま仏になるんだよ、うん、っていうことが言われてる。でも、空海さんは、うん、好みこのまま、うん、仏になるんだと。即身成仏。そこはすごく大きな違い、なんですが、うんうん、でも、私はなんか意外と、その、確かに、語られ方は全然違うんですけど、うん、でもなんか、おっしゃられているベクトルは非常にこう、重なり合うものがあるんじゃないかなっていうのは、まあ、なんと個人的には感じてるんですけどね。うん、うん、うん。龍谷大学で、だと、やっぱ、浄土真宗の大学なので、うん、そこら辺こう、浄土真宗と真言宗のギャップみたいなのも感じられたりしませんでした？いや、実は、残念なことに、真宗の教義っていうのは、4年間ではほとんど学んでないんですよね。あ、そうなんですね。仏教学だから本当にそっちなんですね。いや、今思ったら、ちょっと残念だなと思うんですけども、本当に仏教学科だったんで、真宗教学っていうのはもう全く勉強する機会なかったですね。うん。まあだからね、今反対にもうある程度年重ねて、真宗の教学なんかも気になって本読んだりとかしますし、しますけども。まあ、こう、親鸞さんは、やっぱり、もともと徹底的に修行された方だと思いますけど、どんなに修行を重ねてみても、うん、どうしても好みこのまま仏になれる、うん、手がかりがないと、うんうん、どこをどう見ても無理だと、うん、で結構、まあ、真面目な方っていうのかな、うん、もちろんその体験の中に、うん、いやもうこれは私は好みこのまま仏になったとしか言いようがないっていうような、うん、こう、悟りの意識みたいなのは十分にあったと思うんですけども、はい、だけれどもそれってこう、うん、
ずっと持続してるわけでもないと、うん、うん、なんかそんなような気持ちになることもあるんだけれども、うん、でもやっぱり気がついたら、まあ、腹が減ったじゃないですけども、先ほどの、うん、うん、やっぱそういうことも、まあいろんな、まあ煩悩というのか、出てきて、うん、やっぱりどんなに頑張っても、すっかり仏になるなんていうことはありえないっていう、うん、やっぱり、それが、そこをすごい強調されたわけですね。うん、だけれども、うん、そんな私でも仏になれる道があるんだ。まあ、そこに、念仏、うん、の道、法然上人の、うん、まあ、浄土門に出会われたということだと思うんですけど。うんうん、即身成仏は、うん、の時間軸ってどんな感じなんですかね。なんか、成仏する時もある。仏になる時もあるという感覚なのか。まあ、なんかこう、不可逆的な。行ったり来たりしたりとか。行ったり来たりするのか。はい。うん、不可逆なのか、うん。行きっぱなしなのか。うん、はいはいはい。どんなイメージなんですか。まあ、それにももしかしたら段階があるという話なのかもしれませんけど。そうですね。うん、まあでもその、真言宗のその、いわゆるその、行坊と呼ばれる、例えば護摩もそうだし、例えば観音坊でありますとか、地蔵坊であるとか、利種坊とか、いろんなその仏様によるその、行坊があるんですけれども、それはもちろん天台宗なんかもあるわけなんですけど、まあ、その時に、いわゆるこの行者、僧侶が、いわゆる三密行を主して、主法すると。まさにその時は、自分自身がいわゆる仏と変わらないというところで、行坊をしていきて、で最終的にまた仏様をお帰りいただくんですけども、ですから、常に即身成仏、ずっとしてるわけじゃなくって、その時に自分自身が仏となる。はい、はい。また凡夫となる。というようなことですね。ですね。だから、凡人不二ですし。そうですね。はい。うん。うん。まあ、そのちょっと、うん。ところは非常に、なんて言うんでしょう。難しいところですけども。ねえ。まあでも、その即身成仏というやっぱりその考え方は非常に、なんて言うんでしょう。人はやっぱり私は仏さんなんかにはなれないわと。そんな高尚な人物じゃないというのがまあほとんどそうじゃないですか。私なんかでもそんな恐れ多いというふうに思いますから。だからやっぱりそんな、いわゆる浄土門のようにですね、世間の人にそこまでそういった即身成仏っていうことが浸透しないというか、やっぱり皆さんやっぱり謙遜しますからね。うんうん、やっぱり仏さんというのはやっぱりありがたいもの、ありがたいところからこうやっぱり救われたいという気持ちで、それがまあまさに大師信仰というのがもうまさ大師がまさに浄土門でいうところの阿弥陀さんになるわけですからね。うん、うん、お大師様に救われたいというような、うん。でもそんな私でもまあ好みこのまま仏になる可能性があるんだっていうことでこう奮い立つ人もいるでしょうね。菩提心ですね。うん。うん。仏心。菩提心を奮い立たせると。うん。まあ、だから、三密行っていうのは決してその、手に合掌とか意に結んで、口に真言唱えて、お経を唱えて、仏様を思うんじゃなくって、すべての行為、はい。いろんな人のその仕事を、いわゆるその自分の体、行動で表す仕事であって、人に話す言葉であったり、その人に対する思いやりの心っていうのがまさにその三密行でありましょうから、うん。うん。修行したり拝んでる時だけが三密行じゃなくて、日々の生活の中でのそういった、いわゆる仏作仏行という、うん、ことがまさにその、ある東京のお坊さんも亡くなりましたけど、それをよく仏の仕事ってよくおっしゃられてましたけども。うん。うん。仏の仕事は仏さんがするだけじゃなくて、我々も、仏の仕事をするんだと。
はいはい、そうですね、はい、仏の仕事ですね。はい。うんうんうん。はい。そうですね。あの、仏になるってことは、うん。うん、例えば、大工になるっていうことが、うん。俺は大工だって、こう、名乗ることじゃなくて、家を建てることだという仕事をするっていうことによって大工になるのと同じように、うん。うん。仏になるっていうのもやっぱりその、うん。仏の仕事をすることによってなるっていう。そうですね。ことなんですよね。うん。まあ、だから、我々も本当に鬼になることもあるし、アシュラの時もあるし、畜生の時もあるし、うん、まさに時には仏の時もあるわけじゃないですか、うん、ただ自分自身でも分かります、それは、うん、人に対する接し、あ、今俺仏さんやなって思うこともあればなんて修羅道だろうっていう時とかもある、本当ですね、十戒五愚と言いますけどね、うん、ありがとうございます。いつもご愛聴ありがとうございます。テンプルモーニングラジオは総再生回数50万回を突破しました。リスナーの皆さんからゲストのお寺にお参りしたいという声をいただいており、これまでのゲストのお寺を Google マップから探せる音の巡礼マップを作りました。トークやお経の音源にもリンクしているので、過去の配信へのアクセスにもお役立てください。マップの URL など詳しい情報は音の巡礼ノートまたは番組のホームページをご確認ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。日蓮宗大法院の草野妙慶と申します。ただいまから妙法蓮華経観世音菩薩不問本第25観音経を読み下し、訓読で拝読させていただきます。本来ですと、お経の前には、勧請や戒経偈、終わりにはご回向が入りますが、今回は観音経のみお上げしたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。妙蓮華経観世音菩薩不問本第25。その時に無尽に菩薩すなわち座より立って一重に右の肩をあらわにし、合掌し仏に向かい立てまつって、この言葉を情く
聖尊観世音菩薩は何の因縁をもってか観世音と名付くる仏真に菩薩につけたまわ偶然なしもし無料百千万の苦悩衆生あってもろもろの苦悩を受けにこの観世音菩薩を聞いて一心に名を称せば観世音菩薩即時にその恩情を感じて皆解脱することを得せしめん文字この観世音菩薩の名を保つことあらん者はたとえ誰かにいるとも日も焼くことはとわじこの菩薩の一人引きによるがゆえにもし大水に漂わされんにその名号を称せばすなわち浅きところを縁もし約千万の苦悩衆生あって今後瑠璃社公明の単語公約侵入等の宝をまとるをもって大会に嫌にたとえ国風その全部を浮いてら節気の国に表出せんその中にもしないし一にあって観世音菩薩の名を称せばこの上人が皆羅刹の難を下脱することを縁故の因縁をもって観世音と名付くもしまた人あってまさに返せらるべきに望んで観世音菩薩の名を称せば彼の取れるところの登場ついて淡々に折れて下脱することを縁もし三千大千国道に中に見てるよ、しょらせつ聞いたって、人を悩まさんと発戦に、その観世音菩薩の名を称するを聞かば、このもろもろの秋なお悪縁をもって、これを見ることはたまじいわんや、また害を加えんをやったと言い、また人あって。もしは罪あり、もしは罪なきに仲介こそ、その身を権限せん観世音菩薩の名を称せば、皆ことごとく断念して、すなわち下脱することを縁もし、三千大千国道に中に見てる音読あらんに、一人の召集あって、もろもろの上人を引き、呪王を再示して、権能を強化せん、その中に一人公の将軍をなさん、もろもろの分断し、工夫すること、売ることなかれ。なんだちまさに、真に観世音菩薩の名号を称ずべし、この菩薩はよく無意を持って、衆生に施したも、なんだちもし皆を称せば、この恩徳において、まさに下脱することをうべし。もろもろの承認聞いて、共に声を押して、南無観世音菩薩と言わん、その名を称するが、故に、すなわち下脱することを縁無尽に、観世音菩薩、まかざつは、偉人の力、義にたること、格のごとし、もし、主張あって、意欲をからんに、常に念じて、観世音菩薩を苦行せば、すなわち欲を離れることを縁もし、真にをからんに、常に念じて、観世音菩薩を苦行せば、すなわち真を離れることを縁もし、愚痴をからんに、常に念じて、観世音菩薩を苦行せば、すなわち地を離れることを縁無尽に、観世音菩薩は格のごときらの大善にあって、要約するところを惜しい、このゆえに、衆生常に心に念ずべし、もし女にあって、たとえ難をまとめんとし、観世音菩薩を礼拝し、苦行せば、すなわち、福徳知恵の難を生まん、たとえ女をまとめんとせば、すなわち、天上嘘の女の、昔特本を植えて、就任に愛嬌せられるを生まん、無人に観世音菩薩は、格のごとき力あり、もし修行あって、観世音菩薩を苦行礼拝せば、福同縁ならし、このゆえに修行皆、観世音菩薩の名号を受持すべし、無人にもし人あって、六十二億号が小の菩薩の名字を受持し、また形尽くすまで、恩時期仏が愚役を供養せん難事が心においていかん、この善難し、善女人の苦毒を押しやいなや、無人にの模索、甚だ押し。
世尊仏ののたまわくもしもとしとあって勘弁を菩薩の名号を授受しないし知事も礼拝し供養天皇の二人の福上等にして異なる高等な権約千万の功においても極め尽くすべからず無人に勘弁を菩薩の名号を授受せば格のごとき無量無変の福徳の利を縁無人に菩薩仏にもして妄作世尊勘弁を菩薩は遺憾して過去のシャバ世界に遊び遺憾して過修行のために大徳を弁の力その地下仏無人に菩薩に尽きたまわく善男子もし国道の修行あって仏心を持って得道すべき者には勘弁を菩薩すなわち仏心を現じてために法を説き弱子仏の身をもって得道すべき者にはすなわち弱子仏の身を現じてために法を説き諸門の身をもって得道すべき者にはすなわち諸門の身を現じてために法を説き煩悩の身をもって得道すべき者にはすなわち煩悩の身を現じてために法を説き貸借の身をもって得道すべき者にはすなわち貸借の身を現じてために法を説き自在天の身をもって得道すべき者にはすなわち自在天の身を現じてために法を説き大自在の身をもってどうすべき者にはすなわち大自在天の身を現じてために法を説き天台将軍の身をもって得道すべき者にはすなわち天台将軍の身を現じてために法を説き毘沙門の身をもって得道すべき者にはすなわち毘沙門の身を現じてために法を説き諸王の身をもって得道すべき者にはすなわち諸王の身を現じてために法を説き長者の身をもって得道すべき者にはすなわち長者の身を現じてために法を説きこじの身をもって得道すべき者にはすなわちこじの身を現じてために法を説き最官の身をもって得道すべき者にはすなわち最官の身を現じてために法を説きバラモンの身をもって得道すべき者にはすなわちバラモンの身を現じてために法を説きビクビクにウバソクバイの身をもって得道すべき者にはすなわちビクビクにウバソクバイの身を現じてために法を説き長者工事最官バラモンのブニョの身をもって得道すべき者にはすなわちブニョの身を現じてために法を説き道南道女の身をもって得道すべき者にはすなわち道南道女の身を現じてために法を説き天竜夜叉剣夏馬修羅カルラ金七孫らが人品人道の身をもって得道すべき者にはすなわち皆これを現じてために法を説き修根五神をもって得道すべき者にはすなわち修根五神を現じてために法を説く無人にこの勘弁を菩薩は格のごとき福徳を成就して主事の形をもってもろもろの国道に遊んで修行を道脱すこのゆえになんだちまさに一心に勘弁を菩薩を供養すべしこの勘弁を菩薩まかさつは不意急難の中においてよく無意を施すこのゆえにこのシャバ世界に皆これをごしてセムイシャトス無人に菩薩仏に申して申さぐ世尊は礼今まさに勘弁を菩薩を供養すべしすなわち首の十王十の養楽の下敷悪戦両言なるを説いて持ってこれを与えこの言葉をなさぐにしゃこの大勢の人望の要楽を受けたまえ時に勘弁を菩薩あえてこれを受けず無人にまた勘弁を菩薩に申して申さぐにしゃ我らを哀れみがゆえにこの要楽を受けたまえその時に仏勘弁を菩薩につけたまわくまさにこの無人に菩薩を呼び死守天入夜叉剣奪は修羅カルラ金七孫らが人品人道を哀れむがゆえにこの要楽を区別し即時に勘弁を菩薩もろもろの自重を呼び天入人品人道を哀れんでその要楽を受けは勝手に運動なして一分は釈迦に仏に立て祭り一分は他を仏陀に立て祭る無人に勘弁を菩薩は格のごとき自在人にあってシャバ世界に遊ぶその時に無人に菩薩家を持って到底猛作
世尊は妙相そなわりたまえりわれ今重ねて彼を問い立てまつるべし何の因縁あってが名付けて観点温度する妙相を具足したまえる尊厳をもって無尽利に答えたまわく何時間の農業を聞けよく、もろもろの法上におずるぐでの深き子と海のごとし子を、一文字犠牲した天の具の仏に仕えて大少女の願を起こせりわれ、何時がために略して投函。なお聞き及び身を見心に念じて虚しく過ぎざればよく、小の句を滅すたと以外の心を起こして大いなる家業に押し落とされんに。あの観音の力を念ねば家境返事でいけとならあるいは後悔に漂流して流行初期の難波乱にあの観音の力を念ねばハローもすることをあたわじあるいは趣味の目にあって人に押し落とされんにあの観音の力を念ねば火のごとくにして国に従前あるいは悪人に追われて今後天より堕落せんにあの観音の力を念ぜば一応もうすことはたわじあるいは音速の囲んでおのおの剣を取って害を加うるに合わんにあの観音の力を念ぜばことごとくすなわち自信を起こさあるいは御難の国を絶見せられるに望んで命をわらんと発せんにあの観音の力を念ぜば剣ついで段々に折れなあるいは肩に集金せられて子息に仲介をこむらんにあの観音の力を念ぜば昨年として下脱することを縁中層もろもろの信役に身を凱旋と捨てられんものかの観音の力を念ぜば帰って本人に尽きなあるいは暮らず独流初期と似合わんにかの観音の力を念ぜば時にことごとくあえて外政寺もしは苦渋異尿寺で同期下層の恐るべからんにかの観音の力を念ぜば道具無縁の方に足難患者及び復活低毒縁かの燃ゆるがごとくならんにかの観音の力を念ぜば声についておのずから帰りさらん大空勢天神あられよ裏地よいなる雨を注がんにかの観音の力を念ぜば時に応じて称賛することを縁通常婚約をこむって無料の組を責めんに観音妙地の力よく世間の苦を救う人ず力を不足し広く地の弁を主して実法なもろもろの国道に国として身を現ずざることなし主人のもろもろの悪臭時刻期畜生小老病死の具持ってようやくことごとく滅せしぬ心肝症状肝高大地へ肝肥肝及び時間あり常に願い常に戦後すべし無垢症状の光あって虹もろもろの闇を足よく災いの負荷を駆使してあまねく明らかに世間を照らす非体の外来心のごとく人員の妙も大運のごとく甘露の奥義を注ぎ煩悩の炎を滅上す上昇して感情を得軍事の流れ浮いてにかの観音の力を念ぜばもろもろのあだことごとく退散せん妙音関税音煩の解消を上位で剣のありこのゆえに滑らかなく常に念ずべし念念に疑いを生ずることなかれ関税音上昇悪の自悪においでよくためにえごとなれり一切の愚毒を愚して次元をもって衆生を見る不自由の海無料なりこの故に将来すべしその時に時々菩薩すなわち頼り立って進んで仏にもしてもさく世尊の師衆生あってこの観世音菩薩本の時代の御不問次元の神通力を聞かん者はまさに知るべしこの人の苦毒少なからじ仏この愚問本を解きたもどき修修の始まん視線の修正みなむとの
あのくたら三脈三宝台の心を起こしき。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。